やさまねいなほれいたほれ。私は自分の小さな馬に乗ると、馬の口元で口輪が音を立て、手綱を引くと砂浜に口輪の音が響きます。愛しの彼氏のところへ行くのです。そうすると私の小さな馬は頭を振り、お尻を振りながら足早に走り続けます。さあ早く行って、うちのお嬢さんを愛しの彼氏に会わせてあげられたらいいなと思っているかのように、頭を振りながら足早に走り続けると、砂浜に口輪の音が響きます。そうしていくうちに愛しの彼氏のところへ着きました。愛しの彼氏はこう言うのです。これからは俺のところに来るな。私は泣きながら自分の小さな馬に乗ると、馬の口元で口輪が音を立て、手綱を引くと砂浜に口輪の音が響きます。帰る時にも馬の口元で口輪が鳴ります。私が手綱をきつくきつく引っ張ったので、私の小さな馬はこう思っているようです。うちのお嬢さんはどうして口元で口輪が響くように手綱を締め付けているんだろうと思っているかのように、砂浜に口輪の音が響いているのです。私は泣いていたけれども、思い直して、私は女なんだから、愛しの彼氏は私のことを自分には合わないと言ったけれども、これからは素敵な人を探して、彼氏にしたらいいんだと思っているところなのです。